韓国映画は、韓国国籍を持つ者、または、韓国の法人によって制作された映画で、ほとんどの場合、韓国人の映画スタッフと俳優で構成され、主に、韓国国内の映画館などで公開される映画を指す。日本統治時代の映画については、日本映画朝鮮を参照のこと。1970年代後半の韓国は、 テレビはまだ白黒もノラル放送で他の大衆娯楽が豊かになるにつれ日本と同様映画の制作本数は減ってはいたがまだ映画は大衆娯楽のオスであった1977年まで映画の制作会社は14社あり1978年に6社増え計20社となった独立プロはなかった上映状況に合わせて政府側から 制作本数の調整要請があり、例年1社が年6本程度の制作であるが、1979年は1社5本という要請があり、年間計100本の制作を予定された。劇場は1979年に韓国全土で約500巻。輸出は香港、台湾、アメリカの一部で日本へは全く輸出されていなかった。マーケットが まだ小さく、作品が完成しても、すぐ風切りにならず、未風切り作品も多かった。当時日本の大手映画会社は、工業不振が続き、自社制作を減らしていたため、映画のスタッフが、撮影所で、テレビ映画を撮ることが多かったが、当時の韓国は、テレビ映画は、全くなく、テレビドラマはすべてテレビ局のスタッフが、つぼねのスタジオ等で撮影していた。 この頃、韓国で人気があった映画は、アイドル歌手、エウニ主演の、私だけを愛してのような青春物、私が捨てた女、王女のアパート等の女性映画、文芸物などが多く制作されヒットしていた。日本映画は一本も輸入されず、1978年12月に、岡田茂日本映画制作者連盟会長らが、来館し、韓国の映画関係者を集めて、 日本映画鑑賞会を開き、幸福の黄色いハンカチと、野牛一族の陰謀を使者し、政府の要人にも会い、両国の映画交流を活性化したいと、日本映画の見本誌を開く、提案等をした。韓国の映画誌において、重要な出来事が3つあった。1992年、サムソンが出資した、が、初の政府出資でない映画として制作された。 1999年、首里が公開され、韓国における工業収益の50%以上を獲得して大成功を収めた。三つ目の出来事として2001年の猟奇的な彼女が韓国映画史において最も人気を収め、海外でも成功を収めた。アジアでも有数の規模である普山国際映画祭は国内の映画振興にも大きな影響を及ぼしている。 その他、全州国際映画祭、富川国際ファンタスティック映画祭など、韓国国内各地で中小規模の映画祭が開かれている。世界三大映画祭での主な受賞歴は以下。以下4章が代表的な映画賞と言われ、受賞式は主催、または公演する、テレビ局で生中継される。映画制作への公的資金援助も行われている。 国立の芸術家養成施設である、韓国芸術総合学校の映像院や、公的機関である、韓国映画振興委員会付属の映画学校である、韓国映画アカデミーなどを経てデビューする、映画人も映画界を支えている。国内の映画館に、年間一定に数以上の韓国映画上映を義務付ける、スクリーンクオーター制度が実施されている。 検閲は廃止されたが、映像物等級委員会により行われるレーティングは、日本より厳しく、小学生も鑑賞できると判定される映画は、ファミリー映画など一部の作品に限られる。韓国の映画会社は、中小規模のものが多く、経済的基盤が脆弱である。ハリウッド映画などの大資本の映画作品が、 韓国国内に流入すると韓国映画が廃れるという危機感を映画関係者や俳優などは持っている。映画は文化の大義のもとスクリーンクオータ制が導入され維持されている。アメリカ合衆国から片たびたび廃止、自由化を求められていたこと、韓国政府による韓米 FTA 締結推進目的から韓国政府は2006年、 年間上映日数の40%を韓国映画とする保護を緩めて半数に減らすことに決定。この決定を受けて、イ・ビョンホン・チャンドンゴンをはじめとした韓国の俳優陣は韓国映画の保護を求めて映画人リレー一人でも押したり座り込みをするなどをして反対運動を行った。以下を参考に編集2001年まで公開の作品は 全国動員数の統計がないため推測値や、概算となる。ABCDEFGHIJ、シナリオ作家対談、石森志郎 VS 禁止権、日刊ライター化を合わせから書くこと、生きること、思うこと、月刊シナリオ、日本シナリオ作家協会、1979年8月、87から91ページ。公式サイト。映画、テレビの2部門がある。テレビは、 ドラマ、教養番組、芸能番組が対象。受賞式は SBS 系列で中継放送される。第37回までは演劇部門もあった。第1回は1965年。第39回までは韓国日報社が主催していた。第39回公式サイト参照。公式サイト。第1回は1962年。公式サイト。 1> 第1回は、MBC 映画賞として開催。2006年7月2日 INNOLIFE.net イ、e、ビヨン本ン、スクリーンクォーター問題は、映画界だけの問題ではありません。2006年2月9日、ジャンジャに映画俳優チャンドンゴンが国会で一人でも、ありがとうございます。